皆さんこんばんは。気象予報士の穂川香音です。ここからは明日の全国のお天気確認していきましょう。明日10月1日のお天気ですが、全国的に高気圧に覆われて晴れてお出かけ日和となりそうです。ただアイコンにはないんですが、北海道の内陸、夜遅い時間になるとパラパラ雨が降り出します。お帰り遅くなる方は折りたたみ傘をお持ちください。そして九州から近畿エリア、こちら週明けはですね、天気下り坂のところ多くなりますから、お洗濯物などは明日のうちの方が良さそうです。そしてお帰りが遅くなる方、こちらもですね、折りたたみ傘があると安心なお天気となっています。各地気温は、北海道は今日よりも上がり24度前後、ただ1日の気温差大きくなってます。皆さん体調管理気をつけてください。そして東北から九州まで25度を超えるところ多くなってます。日中は暖かくても朝晩は冷え込みが強くなってますから、服装でうまく調節してくださいね。沖縄は引き続き晴れて暑いでしょう。明日から10月スタート、来月も頑張りましょう。以上、お天気をお伝えしました。